ドラゴンクエストウォーク。はい、皆さんどうもこんばんは、こんにちは、おはようございます。これからドラクエウォークガチャ10連引いていきます。今回は大地のエルフ装備ガチャ10連、マイレージを使って引いていきたいと思います。はい、それに加えて毎回恒例の1日1回無料の CM 付き単発ガチャもやっていきたいと思います。はい、大地のエルフ装備ガチャはですね、もうすぐでね、終わるわけですね。まあ、オーロラの杖についてはジェム200連投入してですね、オーロラの杖2本はあるんですけれど、まあ、とりあえずね、まあ、3本4本あってもいいかなと思いますので、とりあえずそっちを狙っていきたいと思います。ということで、ちょっとね、大地のエルフ装備ガチャ、そのメインのガチャの前にですね、まずは1日1回無料の CM 付き単発ガチャやっていきたいと思います。はい、CM ちょっと長さなのでカットしましょう。はい、CM が終了しました。ガチャがスタートします。はい、銀色宝箱スタートで、空の演出は、お、オーロラ流星で最高ですね。これは虹色ワンチャンあるかもしれない。お、虹色久しぶり、来た。来い。持ってない武器。はい、プラチナウィングでした。はい、SP 装備、が出るんですね。ちょっとね、せっかくのね、ガチャなんでね、虹色なら SP 装備なしにね、してほしかったんですけれど、ちょっと残念ですね。はい。ラーミアの杖がね、この中では5種類のね、武器では、持ってなかったので、まぁ、ちょっとね、ラーミアの杖があってもいいかなと思うところなんですけれど、はい、とりあえず、はい、まずはですね、まあ、メインのガチャに、行く前に、マイレージポイントをですね、チケットの方に交換したいと思います。はい、大地のエルフ装備ガチャですね。はい。というわけで、大地のエルフ装備ガチャやっていきましょう。こちらは6月8日までなんですね。ということで、もうすぐですよね、期限が。はい、オーロラの杖、2本あるんですけど、はい、3本目。欲しいと思います。というわけで、お、金色宝箱が3つある。そして空は結構、空の演出はそこそこ星がありますね。はい、虹色が、虹色はなかったような気がしますね。ちょっと虹色、ちょっとよく見えなかったんですけど、まあ多分なかったでしょう。はい、ということでね、全部金色宝箱でした。ちょっとね、金色宝箱結構たくさん出てスタートで、空の演出のアマだったんでね、期待はできたんですけど、ちょっと今回はね、残念ながら爆死でございましたが、はい、動画をね、見ておられる皆様には、幸運が訪れることを願っております。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ！